チャールズ・レイド・バーンズ・チャールズ・リード・バーネスは、アメリカ合衆国の植物学者である。光合成という用語の確立に役割を果たした。インディアナ州のマディソン郡に生まれた。ハーバード大学で植物学を学び、学校の教師をした後、1882年にパドゥー大学の植物学の教授となった。1887年にウィスコンシン大学の教授となり、 1898年からシカゴ大学の植物生理学の教授を務めた。専門は植物生態学でコケ類と高等植物の共生などを研究した。植物生理学の分野でも光合成研究のパイオニアの一人である。1893年の学会でそれまでアシミュレーションなどの用語が使われていた植物の光合成作用にホトシンタックス。 またはフォトシンテシスの語を使うことを提案し、フォトシンテシスの用語が一般的に使われるようになった。アメリカ植物生物学会は、バーネスの功績を記念して、チャールズ・レード・バーンズ・ライフ・メンバーシップ・アワードを設けた。バーンズは、植物の学名で命名者を示す場合に、チャールズ・バーネスを示すのに使われる。ありがとうございます。